こんにちは、農林水産省です。今回は労働力確保に悩む産地の皆様へ労働力確保体制強化事業についてご紹介いたします。どんな事業なんだろう、気になるね。本事業では従業員の働きやすさを高めて安定的に雇用を確保するための就労条件改善タイプと異なる産地間の連携などによって労働力を確保するための産地間連携と推進タイプの2つをご用意しています。就労条件改善タイプで経営のコアとなる長期的な雇用者を、産地間連携と推進タイプで農繁期に必要な短期的な雇用者をそれぞれ確保することを各事業の基本コンセプトとしています。まず就労条件改善タイプからご説明します。就労条件改善タイプでは農業経営体を構成員とする地域協議会等を対象に、労働時間や休日の設定、保険加入などといった働きやすい労働環境整備への取り組みに対して1協議会あたり最大2000万円を上限として支援いたします。なお補助額は2000万円または本事業に取り組む経営体数に100万円を乗じた額のいずれか低い方が上限となり、補助率は定額です。地域協議会の要件については大きく分けて2つあります。1つ目は農業経営体を3社以上含むことが必要です。また農業経営体には従業員を1ヶ月以上雇用していることを求めています。従業員の雇用形態は正社員、パートを問いません。ただし今後従業員の雇用を予定しており、就労条件改善に取り組む経営体も本事業に参加可能です。2つ目は事業の推進役となる関係機関を1社以上含むことが必要です。地方公共団体や指導農業士会、農協の生産部会、青年協議会、女性農業者団体などといった就労条件改善を推進いただける能力を有する団体にも本事業の推進に関わっていただき、地域や業界への波及のための起爆剤となっていただきたいと考えています。支援の対象となる取り組みの例を説明いたします。大きく分けて4つあります。1つ目は事業を効率的・効果的に進めるための計画の策定、2つ目は働きやすい労働環境づくりのための経営者研修の開催やパンフレットの作成、3つ目は就労条件改善のための取り組みとして就業規則等を策定したり見直したりするための社会保険労務士等によるコンサルティングや労働時間削減に向けた経営計画の見直し・分析、労働負荷削減のための作業工程の見直しや作業マニュアルの作成、4つ目は1つ目から3つ目の取り組み内容をもとに実際に労働力を確保するための求人掲載や就職説明会への出展、魅力的な労働環境や企業理念を PR するための周知活動、これら4つの取り組みが支援対象となります。実際の労働環境改善に必要な課題の見直しから具体的な労働力の確保までトータルで支援してくれるんだね。そうですね。これらの幅広い農業の働き方改革への支援を活用いただき、就労条件改善に必要な具体的なアクションに取り組んでいただければと思います。この就労条件改善タイプに取り組んでいただく場合には、働きやすい環境づくり計画を作成いただき、計画に基づいて取り組みを実施していただくことになります。計画には誰が本事業に参加するのかといった実施体制に関することや、本事業で取り組む具体的な就労条件改善の中身を記載していただきます。
就労条件改善の取り組み内容は、農業の働き方改革に関係する内容を広く対象として設定できるようになっています。例えば、社会保険労務士などに相談しながら就業規則を策定することや、経営の負担を分析したり軽減するための経営コンサルティングなども対象の取り組みとなっております。どのように取り組んだらよいか迷ったときには、農林水産省からお示ししている過去の優良事例集や経営者向けガイドなどからご自分に合った取り組み内容を探していただくのも良い方法です。事業実施の成果については、事業前後での従業員の満足度の変化についてアンケート調査を行っていただき、効果を検証いただきます。就労条件改善タイプは、魅力ある職場を実現するための初めの一歩を応援する事業です。規模拡大で雇用を増やしたい方、従業員に定着してほしい方、これから雇用に踏み切りたい方は、ぜひ活用をご検討ください。次に、産地間連携等推進タイプについてご説明します。産地間連携等推進タイプでは、地方公共団体、農協、地域の農作業受託を担う団体などの労働力確保に取り組む産地に対して、労働力募集ツールの導入等の取り組み費用について、1地区あたり350万円を支援いたします。また、この労働力確保の取り組みのうち、販管期の異なる他産地・他産業との連携により、遠方から人材を確保する取り組みを行う場合には、350万円に加えて、労働者の交通費・宿泊費を1地区あたり1000万円を上限で支援します。補助率は定額です。支援対象となる取り組みについては、労働力確保のための検討会開催や、地域の労働力の需給状況把握のための調査、労働力確保のための求人広告の掲載、労働力募集ツールの周知活動を行う際に必要となる経費などが対象になります。産地間連携等推進タイプについては、1日単位の農業バイトを募集できるアプリの普及や、複数産地での連携による人材融通に活用いただいています。ここまで労働力確保体制強化事業について説明してきましたが、本事業の詳しい内容が知りたいという方は、農林水産省のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。農業・働き方改革で検索、または画面の QR コードからホームページに飛ぶことができます。いろいろと教えてくれてありがとう。希望が見えてきたぞ。早速申請に向けて準備を進めないとね。動画をご視聴いただきありがとうございました。皆様もぜひ活用をご検討ください。